ゼロ。かなちゃん TV 水曜日はスポーツカルチャーです。本日は横浜 F マリノスフトゥーロにお邪魔しています。皆さんこんにちは。横浜 F マリノスフトゥーロを担当してます、宮下と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。宮下さんはフトゥーロの監督をしてます、はいはい。さて横浜 F マリノスは、皆さん誰もが知っている J リーグのサッカーチームですけども、フトゥーロというのはどういったチームなんでしょうか。はい、このフトゥーロというチームは J リーグ加盟の中でも唯一、知的に障害を持った、選手を集めた、チームになります。はい、2003年に準備を始めて2004年から活動をスタートしています。で、選手たちにもちろんサッカーを頑張ってもらうのはもちろんなんですけども、まあ、障害があるということで、なかなか、人とコミュニケーションが取るのが苦手だりとか、そういう子たちもいるので、まあ、好きなサッカーを通して、時間を守ったり挨拶をしたり、そういうことで、この選手たちがより、社会に出て、チャレンジをできるようなそんな活動を目指しています。はい、とても素晴らしい活動ですね。はい、フトゥーロという名前には由来があるんですか。はい、はい、フトゥーロという言葉はスペイン語で未来という言葉がありまして、選手たちが、これから先将来的に未来はきっとという、様々な思いを込められてチーム名として使ってます。はい、はい、もっともっと皆さんにこのチームのことを知っていただきたいですね。そうですね、頑張っている姿をぜひ見てもらいたいと思います。マイノスフトゥーロの滝沢海人です。ポジションはゴールキーパーとミッドフィルダーをやっています。今年の練習や試合に向けての目標は何ですか。いや、そうですね、まあ、一つ一つの技術だったりとかを、まあ、しっかりしていきたいです。応援よろしくお願いします。フトゥーロの小林英です。ポジションは、センターバックっていうディフェンスの一番後ろをやったり、時には真ん中のポジションボランチっていうところをやったり、いろんなポジションを一応持っているところです。センターバックで活躍できる選手になりたいなと思っています。まだまだ知的障害者サッカーがマイナーなので、これからも応援の方をよろしくお願いいたします。坪井健一です。フトゥーロを所属しています。ポジションはゴールキーパーを務めています。正ゴールキーパーを目指すっていうことと、あとはもう失点になったらくじけないようにもう前向きにもう励ますっていうことと、2018のスウェーデン、ロシアじゃなくてスウェーデン大会の時にはもう正ゴールキーパーになるよう頑張りたいというふうに思ってます。またフトゥーロの活動も紹介していきますので、応援よろしくお願いします。フトゥーロ。